第1回チキチキロクサールの緊急クエストチャレンジということで、すごく、やりたいと思ったことがあって、僕、緊急クエスト、めちゃくちゃ失敗しまして、今まで失敗しましてというか、かなり下手くそで、生配信でも一度ね、5回連続緊急クエストやったんですけど、1回しか突破できないというね、失態をお見せして、お見せしてしまったので、今回、不定期ではありますが、緊急クエストチャレンジ、6サルの緊急クエストチャレンジ、やっていきたいと思います。目標はですね、最後に、ジエンモーラン討伐した時の 10% を引いたら、まあ、剥ぎ取るチャンス出るじゃないですか。まあ、爆発する可能性があるので、リザルトで、緊急クエストのリザルトで、ストック10個取るまで、やめません。緊急クエストチャレンジ、ロクサルの緊急クエストチャレンジ、不定期で投稿いたしますが、よろしくお願いします。行くべ！いやね、本当に、まず討伐することが大事。そしてここ二つしっかり取って、やっていきたいと思います。これ、レア役欲しいんで、レア役。いや、ほんま下手くそなんよ。マジで。いや、ほんまに、ホールでは結構突破できてたんですが、生配信になるとね、もうほんと突破できないっていうね。こんな難しかったっけっていう。期待度確か 66% オーバーみたいな、ね、緊急クエスト。なかなか確率重いのに、こんな突破できんかったらね、もう月下配信者としてもこれね、失格ですので、ここでしっかり。名誉挽回？汚名返上？やっていきたいと思います。いや、ここは取れよ、ゆうくん。あ、ナイス。いや、楽しいな、緊急クエスト。いいぞ。チャンス目、ナイス。どういう抽選してるかはもう忘れちゃいました。でも、そら、リプレイよりね、聞いた方がいいよ。いや、ちょっと2個目怪しいな、これ。いけ！ナイス！めちゃくちゃうまいやん、今日。うますぎ。これ突破せんじゃって意味ないからね、これ V 破壊しても。いや、これうまいね。チキチキロクサールの緊急ゲストチャレンジ1日目。いい出だしです。まだ討伐できてはいませんが。まあ、できるでしょう。ここ確かね、次の大砲のリプレイ、熱かった覚えがあります。暑いですよね、確か。なんか 70% オーバーみたいな感じのことを僕覚えてるんですが、嘘ついたらごめんなさい。はい、嘘つきました、多分。ここで決めりゃいいんよね、これ。いや、これね、復活あるんですよ。まだだ、言うてね、AT 中のゆうくんの強攻撃で復活するんで、大丈夫です。あれ？メダルがなくなっちゃった。行くで！ということで、ロクサールのチキチキ、緊急クエストチャレンジ1日目は、無事終了いたしました。いやさ、確か V 破壊2個したら、確かあれモードありますよね。破壊することによってモードが A、B、C みたいな。一番いいですよね、2個破壊したら。なんで？ということで、こんな卑怯ほんと緊急クエスト苦手なロクサールですが、どんどんチャレンジしていきますので、ぜひ、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。アマツマガッチね、365人チャレンジも、やっておりますので、そちらの動画を見ていただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。いや、やばいって。